そんなことないでしょう。これはよく飛ぶでしょう。あ、そうなんですか。うまいですね。あ、でもこのちっちゃいの作ったんで、これはもうきっとですからね。あ、なんかね、サザンクロスです。池田さんが飛ばします。判定いいっすか。合格点まるまる、すげえ、全然違うわ。どこで動ってくれるもん。ほらコルクロールしながらサークルさすがは池田さんやること半端じゃない。ボールをナイフイッチもこれいいんですよ、すごく。ああ、本当だ。あ、いいわ、すげえいい。これ、シング全然入ってないですからね。マジが、すげえ、リニア。すげえリニアやな。いいね。いいでしょ。これ売れそうでしょ。飛んでる間抜いて飛ばなかったいや、それこの込み方半端じゃない今までで一番混んでる。やるのがいいんだね。火事がどこでも効くわ。うん、そうですね。うわ、なんていうことギリギリやん。どうだよ。あ、当たった。軽すぎんですかね。え、これ左寄れるでしょ。こうでこう左寄れる。うん。後でタップさんが電話入れるそうで了解です。早めのやりやつ。早めの。帰ってきました。素晴らしい。素晴らしいですか。バッチリです。売れそうですか。いけるでしょ。バッテリーどこにあるの。
あれ飛ぶじゃん。いいね。ねえねえねえ、関谷さんのなんとかブレードで性能いいんじゃないの。それはない。サザンクロスの服用機バージョン、はい、かっこいいですね。かっこいい、かっこいい。飛びます。ちゃんと飛ぶ。飛びました。おなんかブーンブーンってなってるよ。これ望遠とブームが何かやたらちっちゃいのが飛んでます。あ、追い切れない。電尾が電尾重量130、走らして、はいはい、おーおーおー必ず出て。そう、難しそうやんな、これ。結構面白いし、だから難しさの中に火事が入るから、効かないそうでやったんだ。いや、すごい火事バンパイもない。面白いし、ギャザン欲しがるやん。面白い、面白い、こういうの面白いでしょ。でも、こんなのが飛ぶ時代になったんだね。どう関谷さん、感想は。あ、ごめん、これ難しいわ、このビデオ。いいよ、すげえいい。エボ2が飛んでる。エボ2がスマートに見える。しかも立つし、ちゃんと。なんか気になる、俺もやってみたくなってきちゃったな。できる、できる。これ面白いわ。小野さんが飛ばします。ゆっくり飛ばしやすくなってるはず。飛ばしやすい、飛ばしやすい。ナイフエッジいいでしょ。全然変わってるじゃん。うん、ションが変わって別物になってるでしょ。別物になってる。これこれ売れそうですよ。うん、池田さんも売れるって言ってたもん。いいでしょ。ラダー拡大版。うん、あの全部拡大してある。胴体も拡大したし。
ヒロポンがトルクロールやってる。すごいね。いいでしょ、ね、素晴らしいと思う。素晴らしい？本当。俺ね、表で飛ばすと本当すごいんですよ。スピードやたら出るし。あ、無理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 だよ。年間上げたら軽くなるから。あ、本当？いやでもタイヤちっちゃいから外れちゃうよ。ナイフエッジフリップして、おお危ない危ない危ない。パターンできそうでしょ。パターンできますよね。できるよね。あ、そうそう、電池ないかも。なんかみんな静かになったね。みんな一回飛ばしてまったりしてるから。あ、そうなの。充電時間、人間の方が面白いから。もういいでしょ、素直ね、うん、あのご飯行くだけ。あ、まあ、これでやんの。お、そしたら売れるよこれ、すごく。ちなみに何グラムなんですか。25ぐらい。2セルだけど、うん、340。でもシールとかベタベタ貼ったから、あの作った時はね、212ぐらいだった、足ついて。4ミリで胴体。いや、3ミリで。これはあれだな、あれよりいいな。全面ヒルム？ビューブだけ。ビューブだけ。さあ、イノセント発進です。ああ、でも
ついに発信はい、あ、です。このプロフ重いんだよな。そう、重いんですが、親指は届かないんだよ、うん、私も指が短くて。あ、すげえ痛い。コブラでね、勝手に安定するね、すげえ、なんでこんな安定するの。すげえぞ、この機体、ほんとすごいですよ、うん、いや、すげえすげえ。で、長いって言ってるよ、ちょっとね、切りすぎちゃう。いや、すげえすげえ。俺、すごいぞ。これはライバル機になるよ。いや、でも、すごいですよ、本当にこれ。おお、やべえ。ちょっと待って。一回下ろす。すごい。うん。やらせてもらった機会の中では過去最高だった。バンクロスもなかなかだよ。バンクロスもなかなか。もう、小野さんにすごいって言われるのはもう珍しいんだから。今日の、ちょっと模範に来てる。いや、すげえこれ、うん、これすごいと思う。おお、まだ生きてるか。飛んでるもんな。足の速さって死ぬっすね。いや、な、コブラすげえ来ましたね。個人、コボさん一人で売ってるだけ。そうそうそう、配布って感じで。あ、じゃない、アルシオコンビに行ったら買えるとかそういうのないの。ああ、ないです。エロも人も小さくない。うん、あだ名がびっくりして、あんな小さくないの。コブラはこっちの方が安定してるね。どういう違いでそういう特権のやつに差が出てるの。うん、だって俺まだ半年ぐらいしかやったことないから分かんない。解決いや、これびっくりするぐらいコブラ安定してるね。結構無理できる機体ですよねこれね。そうそうそう、トルクロール中に無理やりトルクロールとかに。あ、やべ。あおう。なんか最近ヤフオクとかでもなんかいろいろ売ってますよね。見てる。なんかいろんな機体を売ってる。うん、EPP と完成品と。いや、これはね、いい機体だよ。いい機体っす。素晴らしい。バランスがいいみたいですね。なんかすっごい。あのサザンプラスの。最新バージョンと同じぐらいいい機体です。売れないからね。いや、分かりました。どうもありがとうございます。うん、これは必要みたい。コブラの安定性はね、こっちのがすごいです。これ一本だけでいいっていうのは意外だったね。それでいいみたいですね、なんか全然なんかふにゃふにゃした感じ。これ臨時に付いてからいいのか。うん、これ直接ついてる。なんかコボさんこれをやってたんですね。あの設計図で指定なんだ。指定っつうかね、あるんですよそういうのが。エキスパーバージョンとか言って。はい、これはいい機体だよ。うん、コブラなんて最高っす。
これはサザンクロスの3のバージョン3です。バージョン3、1個前ですね。あ、いいよ。素晴らしい。さすがブラッド西山さん。お、上がってって上がってって、あ、引っかかっちゃった引っかかっちゃったの。やっぱうめえなうまい、うまい、うまい、うまいだね。おー、すげえうまい。おー、関根さん、いや、俺できないよこんなに。ビデオ並みだ、ほらね、テーブルの上からキュッと出てそこでストルタンだ。よーし。やめときましょう、もうこの辺で。感想は？安定しすぎ、すごい操縦しやすいっすよ。いい機体でしょ。うん。ベスト。進化してるでしょ、やっぱり。ですね。すごいよこれ。すごい素直。すごいすごい。ここから背面こういう感じ。すごい、おー、ごめんなさい、すごいアップでこれね、いいですよ、みんな買い買い買いこれはグーそうですか、電池ないか、うん、すごいすごい。これはいくらで発売予定？俺1万以下だと思うけど。安っ映ってる？映ってるよ。安っすぐ送ってくださいすぐ送ってください。ぜい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 はいないか。ぜいぜいですね。まあもともとうまいんですけどねすごいなこれ、いや、すごいすごい。ちょっとラダルブルルってやればこれ、これヨットのこれ今ね、汗とか、うん、やっぱこれくらいあれなんだよな、くれば合成が出るんだよな、あれもコーンが、あー、コーンでね、コーンはでかくしないとダメだ、うん、これね、面積、関谷さん、このデザインシートはもうアップされてるんですか？いや、まだ、だって昨日作ったばっかりだしそのチャップ、こういう、いや、うん、あと2日、1日2日でなんとかアップする。これテープって何のテープ？
これはコンポ普通のコンポテープ。コンポテープに、うん、すごいあのあれスプレーめっちゃ飛ばす。そうそうそう。最後飛ばさせてはあの、うん、52番。どんな感じ？いい。まだ様子見てる。周りに飛行機が行き過ぎて混んでるもん。なんだか分かんない。混んでる混んでる。当たりそう。うわ低いな。ホバリングもやりやすいな。安定するでしょ。安定するめちゃめちゃ。なんでだろう。胴体か。うん、いや尾翼でかいからですよ。あそっか。小西さんが言ったんじゃないですか。だからこうなったんですよ。ナイフエッジも浮くでしょ。かなり浮く。すげえ浮く。当たられても大丈夫。ナイフエッジでピンする。うい。今の技何？何？何あれ？これさ本当はね、ナイフエッジでね、あのままね、あの宇野先輩もいいんで。宇野先輩もいい。うい。うい。これなんていう技ですか？なんていうんだろう。本当はね、これコニースペシャル。コニースペシャル。コニータン？コニースピン？これ？コニーの変態。コニーの変態スピン？変態スピン。すげえ飛ばしやすい。漫画見て。変態、うん、ふらつかないでしょ、うん、ふらついた時は舵を切り損ねた時。そうだよね。打ち間違えた時しかふらつかないって。すげえ、これは性能いいわ。いいでしょ、うん、うん。じゃあ買ってください。買ってください。そうはいかねえ。そうは問屋は下ろさない。いや、そうは叩きじゃねえってやな。まだまだ電池あるよ。じゃあ僕は、はい、普通に遊びたい人しよう。これはいつ発売なんですか？これは小西さん、はい、これいつ？7月ぐらい？これは簡単だから。これは簡単だから。あ、ロームセットだね。あ、ロセットなのこれ、モーターも。モーター付きで6000円。6000円？4000円。いや、6000円だろ。6000円？モーター付きで、うん、ブラシレスなのに。すごい簡単。アンプも付きます。アンプも付きで。アンプなしよ。アンプが付き、アンプが一番高いんだ。そっか。取られた。取られた。
がね、隣接バンドコンセプトナイフエッジループやります。できんの？なんかヒロコうまくね。あ、できる、すごい、うまくねえか、ヒロコ。すごい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 。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、上をなって人にぶつけてて。やっぱこのサイズだよな、体育館じゃな。電池ない、うん。